オーライト、ヘロリブリー、スピーランキャットです。今回もスペックオフ、ザ・ライン、プレイしていきましょう。前回はですね、コンラとコンタクトを取ってる、33部隊と戦っていたら砂嵐がやってきたので、土管のところでですね、避難していたら砂嵐がやってきたの。砂嵐がやってきたから土管に避難をしてきまして、先に進むことになりました。でですね、すいません、ちょっと、またロードさせてもらいます。というのもですね、最初を撮ってたら、音が途中からなくなってですね、で、2回目に撮り直したら、録画自体してなかったということだったんで、またやっていきます。じゃあ、やっていきましょう。コースはクリア、ウォーカー。で、ギアアップ。We're moving out. Where to now? Before the storms hit, Conrad needed a lookout. Somewhere he could see Dubai for miles around.There. Tallest tower in Dubai. That's where to. Walker, we need to talk about what happened back there. We got Conrad's attention. What's there to talk about? Never seen you like this before. I'm fine, Adams. We can't walk away from what we've seen here. We're not leaving Dubai until the survivors can be safely evacuated. I just need you to trust me on this. I trust you, Walker. I just don't agree with you.ですね、すいません。音の方はどうですかね。前は話してる時がかなりうるさくてですね、ちょっと多めにしてみたんですけど、ちょっと難しいんで、また小さいかもしれないです。で、まあ、あの RPG を奪えということなんで、奪いますと。でですね、ここの方にも弾があるんですが、これ最初に拾っちゃいます。拾っちゃわないと蜂の巣にされちゃうんですよね。さてとどうしたものかな。右側から敵が来るんでちょっと温存したいですね。来た来た来た。 OK で砂嵐がやってきたんですが、砂嵐やって痛い痛い痛い。砂ぼっこりが立ってしまいましたけど、まあ多分大丈夫でしょう。で、また降りてきましたね。オッケー。全員倒せましたね。いや、全員じゃないか。あいつ助かっていましたね。オッケー。さてと、フラッシュバング投げてくれますので、投げてもらいましょう。で、RPG を使って一気に排除と。おお、今の危なかったな。うわ、痛い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 。ちょっとあいつ、なんとかしてほしいな。倒してくれるかな。うおう。いや、マジかい。今の RPG で撃ったら自分が自滅しちゃうから、ちょっと武器変えてたんだけどな。慢心だな。やっちゃいましたね。早速。すいません。うわ、こっからか。よいしょっと。で、サイレンサー一応念のためつけて、あの RPG を奪うために倒してと。よし。で、RPG を拾おう。で、急いで、あそこの RPG の弾を補充して、ここに移動すると。オーライト。さてと、どうなるかな。あ、いましたね。あ、でも、一人だけだな。まあ、頑張っていきましょうかね。ゆっくり、ゆっくり、落ち着いてやっていきましょう。おお、出てきたか。出てきましたね。車がな、爆発すれば楽だったんですけど。まあ。コロブデューティーじゃないですからね。我慢しましょう。おっと、痛い痛い痛い。お、向こうからやってきましたね。またおかわりは RPG で食いましょう。おっと、また来ましたね。おかわりは RPG で食う。
最後の弾ですね。おそらくこれが最後だと思います。おっと、まだ向こうにもいたか。最後じゃなかったね。よしと、さてちょっと弾がなくなりそうだな。ちょっと味方もうちょっと頑張ってくれないと困るな。さてとこれで最後かな。他にもまだ来てないみたいですし。さてと OK ですね。うーわ OK ですね。よいしょと。そうですね、この先に M4A1 の弾がありますので、まあここでもあんまりキャベンジする必要はないですけど、一応集めておきましょう。この417の弾が結構便利ですからね。民兵ですね。ゲリラ部隊か。キャプテン・ウォーカー、ジェフ・リッグス、ナゲッインヒアビフォーアスナイパーブローズヨーガッダムヘッド。ユーウェルカム。エクスキューズミー。メイビーユーディントノーティス、ウィジャスセイトヨーアス。キッズガッアマウス、キャプテン。ネームサージェント・ルーゴー、アンドヒズガッアポイント。Really? Really? Gould. He didn't make it. Guess you can't save everyone, huh? I'd say you fellas owe me one. Typical company bullshit. You want to hear me out before shooting me down, son? You got a plan beyond killing everyone you see? Of course we got a plan. Go on, Agent. What's your route? About 400 yards from here is the city's main water facility. We were en route when we got pinned down.My op, Captain, is to get that damn water and cripple the whole damn 33rd. You really think water's the key? We're in the desert, kid. Water's the key to everything. Shit. Frag up! Take cover! I can't see! Just stay down! I got visual. Is it red? No, it's Delta! No, it's Delta!Right here. はい、ここですね。ここに弾があります。よいしょ。でグレネードもありますので、取りましょうと思ったら、ちょっともったもたしすぎましたね。すいません。ああ、またあのムービー見るのか。 Is it the CIA? No, it's Delta! いや、しかし CIA が、まあ、裏で操ってますね。まあここからですね。すいません。 Right here. Come on, you're slowing me down. よいしょと、リロードしてと、でグレネードを補給と、でそしたらここの右に行きましょう。あそこの上にスナイパーがいます。で、スコープモードにして、あそこのやつを、フラッシュバング投げてきたね。倒せるかな、味方。倒せなかったね。まあいいや。おっと。今のは危なかったな。カーモン。オッケー。倒れたみたいですね。オッケーオッケーオッケー。ちょっとリロードしてと。よし、ちょっと。で、スナイパーがいるんですが、リクスが倒してくれますので待ちます。 You're welcome. で、ちょっと弾の補給の補給じゃなくて必要になるんで、ここでちょっと拾っておきます。しかし本当ためが足りないな。痛い痛い痛い。あす、ちょっとあいつを倒してもらおう。で自分はこっちの壁の方に移動すると。ああ倒してくれたか。ダリナイッセ。向こうの方に来るから、頭の方を狙って、頭の方を狙いたかったんですけど、ちょっとダメでしたね。ちょっとフラッシュバングを投げてもらいましょう。あ、
死ぬのほんと早いな。2発食らっただけで今落ちましたもんね。あれですね。殺虫剤、一回プシュってやられて、もう、やられて、間髪なしに2回目に気持ち悪いって言われながら、ハエたたきが飛んでくるようなもんですか。それはそれでかなり広いもんですね。さてと3回目に見ることになるわけですが、ウィスサラバピッチ。よっしゃと。で、グレネードは大事なんで拾います。後ほどまたヘビーがやってきますんで、そいつを倒すのにちょっとエッセンシャルですね。わあ、痛い。やばい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 。めっちゃ辛そうっすね、顔が。やっとなんかキリッと顔になった。辛そうな顔が。よっしゃと、頭は。よし、これ OK ですね。あぶね。よいしょと、アダムとルーゴ両方隠してと倒してくれましたね、ルーゴが。ナイス。さてと、417の弾あるかな。あったあったあった。スナイパーがいるんだよな。 OK、一発撃ったから急いでいきましょう。スナイパーはですね、一発で死にます。めちゃくちゃ痛いです。うわ、痛い。けどスナイパーでなければ大丈夫だ。よし、やっとここまで来ましたね。向こうの方から来てるな。ちょっとあいつを倒してもらいましょう。痛い。よし。ルーゴとアダムが、まあルーゴも立ち上がったんで大丈夫ですね。で、あそこの方にまたいるんで、頭の方狙った。当たったで、また一発ずつ、なるべく弾を無駄にしないように撃っていきたいですね。よし。おそらくそろそろ、おそらく来ますね。よし。おお、こいつはなんかでけえ花火だったな。よっと。うわ、マジか。ちょっとカットします。
flashbang over there! Got another one! OK! ヘビが出てきました。よし、よし、あそこのヘビがルーゴをやられてしまいましたね。 OK! ルーゴを助けてもらいながら、よし、グレネード2つほど投げましょう。じゃあそこにいるやつを倒してもらいましょう。うわ、やばい。よし、うわ、やばいやばいやばい、死ぬ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 、あぶねえあぶねえ。うわ、やばい、マジかよ、めんどくさいな。またカットします。よし、倒れろ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 。うわ、やばい、グレネードも食らいやがれこの野郎。はあ、バカ野郎。やっと倒れたか。よし、じゃああいつだけか、あとはあの野郎。頭見せてこいや、ほらほら。倒したか、倒してないか。おらー、よし、倒しましたね。ふう、ちょっと苦労しました。ではまあキッチンで用意ができたら来いということなんで行きましょう。レストランですね、屋外、なかなか素敵なところです。砂漠だらけですけど、砂漠っていうか砂だらけですけどね。でこの先にも戦闘がありますので大変ですが、まあ遅かれよ早かれ、まあ戦い起こったかもしれないですけど、まあ、CIA がそれを早めたって形になりますけどね。まああれは怒ってなかったかもしれませんけどね。よっと、ちょっと辛いんだよなここは。スムーズに行きましたね。 OK、 ちょっとこっちから行くのがいいかもしれないですけど、あのおっさんが結構頑張ってくれますね。あ、最後の一撃だ。うっしゃー、弾くれ。さてと、倒しましたね。ちょっと味方がやられてしまいましたが、問題はあまりないですね。あいつか。うわ、やばい、痛い。オーライト、全員倒しましたね。あー、ショットガンか。ショットガンはな、そうだな、このライフルはちょっと後で使わないから、これ使ってっか。でこの先にエリートユニットが出てきます。あのオレンジのね、肩パッドとかつけた P90 を持ったあのエリートユニットですね、いわゆる。
まあドア開けてくれるそうですから、まあ耐えましょうということですが、まあまず最初にですね、エリートではなくて普通のユニットがやってきます。まあもちろん強くはないです。でその後上からフラッシュが落ちてきますが、ここだったら問題ないです。どこで撃ってんだ、はあ、大丈夫ですね。あら、まだか。あそこでしたね。 OK。 で敵の通信を受信したと言ったらエリートユニットがやってきますので、フラッシュを投げてきますので隠れましょう。大丈夫でしたね。はい、でたくさんあの弾打ち込んだネット辛いです。危ない危ない。ちょっとこれ体力低いから怖いな。ちょっとあいつを倒してもらおう。うわ一体、まあこいつはですね、まあ体アーマーがすごいんで、何度も何度も撃たないと死にません。オッケー、ちょっとグレネード投げましょう。オッケー、まだ来ましたわ。頭が弱点なんですが、投げに当てにくいです。めちゃくちゃ痛い痛い痛い。死ぬ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 。まだか、まだ来るか。痛い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 。オッケー、よし、やっとドアが開きましたね。オッケー。でたちょっと弾集めに行きましょう。弾くれ。マイクロ 9mm、 急げって言われますが大丈夫です。あった、あとはこんなもんかな。417か。使ったっけな、思い出せねえな。あ、持ってた方がいいな。 OK ですね。この P90 はですね、レーザーサイトがついてるんで、このようにエイムすると白い輪っかがあるじゃないですか。 C を押すとレーザーサイトになります。で、まあこのようにですね、まあ隠れるじゃないですか。で壁に打った時にもですね、線が出てきて、かなりレーザー銃のように狙ったところにやっていきます。まあ駐車場がありますので行きましょうと。でここでちょっと待つと面白いです。お友達になるつもりはねえぞ。53歳になったって。ああ、いらん情報も得ることができました。さてと、まああれだけですから行きましょう。まあこのプレイスルーで初めて知ったんですけどね、僕も。あ、戦闘です。さてと、まあさっき言った通り、このように、うおーやばい、うおーっと、ちょっとあそこのグレネードはきつかったな。いやらしい、かなりいやらしかったな。まあさっきお見せした通り、レーザーサイトにすれば狙ったところにピンポイントいきますので、運任せに当てる必要はなくなります。さてと、こっちの方にいると思うんだけどな。大丈夫かな、いきますね。まあこのように狙ったところに行きますので、かなり有利ですね。ちょっとリロードしておこう。ちょっと長いですね、リロードが。痛い痛い痛い。
やばい、やられたな。よっと、カバ色で、またあのヘビがやってきます。うおぉ、あーしかし持ってないな、グレネードロイが。よせと、で立たせてと。やばい、痛い。さてと、ヘビがやってきましたね。やばい、グレネード逃げろ。よっしゃと、一気に倒した。でちょっと味方に撃たせながら撤退しましょう。でここは良くないな、危ない、怖い。アラムがやられてしまったか。うん、うわ痛い。うおっと、アラム立てで、ルーゴを回復。死んだか、死ね。マジかよ、あんなに頭打ち込んでも死なないとか、マジありえないな。あれか、ギャル風に言うと、チョベリバーみたいな。マジありえないんだけど、みたいな。はぁ、あ。マジか、あんなに弾打ち込んでも死なないとか、結構きついね。うわい今のはちょっとバカしたな。カットしますね。やっとここまで来れた。ふう、いやー、ここまで来るのに何度死んだんだろう。おそらく20回くらいは死んでんじゃないかなって思ったりするんですけどね。1回ですね、あのヘビ倒したんですけど、次はですね、あそこのいやらしいタレットが痛い、ね、倒さないといけないんですけど、なかなかうまくいかないんですよね。痛い、危ねえ。よいしょと、多分ね、あのスティッキーの方を後ろの方に見つけたんですけど、これを投げればうまくいくんじゃないかな。ダメかな、ダメだね。なんとかこいつを倒さないといけないんだけどな、やらしいな。アラムを立たせろ、よっと。こっからどうだ、食らい上がれこの野郎。やっとかよ、ざまみやがれ、おっぱっぺ。こんなところにもあったね、おらこの野郎、俺のことを散々大変な目に遭わせやがって。やっとクリアできた。死体打ちなんかしちゃいましたよ、ガラリなく。ん？こっちか。ふう、やっとここまで来れました。で、やっと先に進めますね。で、まあ言っちゃうんですけど、彼の言っていることは本当のことです。ここは一応ステルスできます。途中までですけどね。このようにね、指定するとですね、サイレントキルしてくれます。かなり楽になります。で、あいつを、次はあいつを頼みますと。
よくハンドガンであそこまで遠いところの、あ、バレちゃいましたね。遠くまで撃てます、撃てるなと思いますけどね。まあバレちゃったら仕方ない。まあオールドファッションにやっていきましょう。さてと、あそこにもスナイパーいるね。であそこの方撃ったら今度はこっちが撃ち返すと。そうでもしないと一発で撃たれて殺されてしまいますので、まあこうやっていくの方が一番確実です。やっぱ難しいね。あ、グレネードあって、やっぱさてとグレネード結構大事なんで拾っていきます。味方に任せ、ちょっと任せておきます。うおお、2人ともやられたか。痛い痛い痛い。頭を見せてくれ。は？うわ、危ねえ。さてと、死にかけてるの分かってっけど、ちょっとこいつらが邪魔なんだな。よいしょと。よいしょと。うわ、回復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 。うわー、マジか。ここでもかなり苦労しそうだな。録画時間が1時間超えてしまった。あ、ここかか。まあだったら楽っすね、少しは。やばいやばいやばい。出たくはなかったんだよ。よいしょっと、ランナーは倒したと。よし、あいつは倒したから、あとはこいつらをスナイピングするだけだ。またシフトしちゃった。ちょっと癖でしてね、息止めるっていう感じでシフトしちゃうんですよね。普通の FPS とかやったことある人だったらわかると思うんですけど、でシフトだとこれカバーから出ちゃうんで、ついやっちゃうんですよね。よいしょと。さてと、ちょっとこまめリドルしてと。よいしょと、倒したかな。いやー、マジか。いやー、もうほんとここつらいな。何の死ぬんだろうか。あそこのヘビーの、まあ駐車場のところでも20回以上死んだしな。ここもここでかなりの長丁場になるし、なるべく死なないで行きたいんだけどな、ここは。よいしょと。ちょっとこいつはまあ任しちゃうか、もうめんどくさい。ルーゴ、よう行くわ。オッケー、あとあいつだけだ。あいつ、あ、さっき頭当てたと思うんだけどな。うわっ、勝ってめて。ちょっと進むまでカットします。オッケー、なんとかここまで進みました。あそこの後ろにやつらは倒しました。いやー、苦労したね。で、こっから先ですね、また。うおうわ。まだいますね。ちょっと。おっと？これは AA12 じゃないか？最強のショットガンじゃないか。最強のショットガン、これちょっともらおう。これはですね、まあ、AA12 知ってる方は知ってると思うんですが、
あの連射できるショットガンで、コールオブデューティーだってめっちゃ良かったんですけど、このゲームだとオーバーパワーです。まあチート武器ですね、いわゆる。それほど強いです。まあこれを持ったら痛い。あ、ちょっとあれ撃っちゃおう。ここで弾を補充と。 A12 の弾も15発もらいましたね。 OKOK。 あ、いたいた。ちょっとルーゴーにあれ、あいつを倒してもらおう。 OK。 ちょっとエイムがつけにくいな。ちょっと味方に任しちゃう。撃ってんだけどな、なかなか当たんないから。まあそういう時は諦めて味方に任せるのが一番でしょうね。一体うっそ、どっからリスタートすんだこれ。いや、さすがに難易度はもう変更してないけどさ、何度も死んでるのは分かってんけどね。いいかげん僕も寝たくなってきたけど。ここかよ、マジかよ。カットします。はい、ここまで戻ってきました。まあ、あそこに敵がいるので A12 の強さを見せます。まあこんな感じです。まあ、こんな感じですって言われても分かんないかな。まあ多分ね、これ一発しか弾が出てないからスラックなんだと思うんですけど、まあその超強力な弾がボン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 と発射されます。やっと死んだか。やっとか。まだ来んのか。いていていたいたい。一体倒れたか。ちょっとあそこのやつを倒してもらおう。オッケーですね。ちょっとこっちから、おっとこっちから行こうかなと思ったら、まだあそこにも敵がいたか。ちょっとあれを、あいつ、あそこを撃って殺しちゃおう。あっ、危ねえ。あそこの上にもいるんだよな。よしと。で、ルーゴ倒してくれるかな。倒してくれないさそうだな。お、倒したか。壁抜いてくれましたね。オッケー、あの二人だけ見たいですね、敵さんは。そろそろチェックポイントがあっても良さそうですけどね。お、フラッシュバングラありがたい。で、 A12 のマックスまで来ましたね。さてと、ちょっとここは A12 で戦っていきましょう。ちょっとあそこの箱を打って爆発させましょう。オッケー。おっと、うわ、マジかよ。どっから来やがった。まるでゴキブリ並みにカサ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 って出てきやがったな。まさかあそこの上からだとは言わないでくれよ。チェックポイント出たっけ。カットします。オッケー、やっとだ。ルーゴがやっと倒してくれた。この野郎。オッケー、やっとだ。やった、やった。いや、何度も死にましたよ、もう。で、これが最後の難関ですね。またなって、もうそのまたなんか1時間後以上にまたなりそうになって辛いよ。
でここから先は隠れたりすることができないんで大変です。さてと、まあ水を奪うことができましたので、次はですねこれを守りながら先に進むという形になります。まあ、グレレートランチャーが手に入ります。弾が無限なんでボム使っていくべきなんですが、ちょっと失敗すると死にますので、よく狙って使っていかないといけないです。まあ、完全に死にゲーですね。今に始まったことではないですけどね。でジープが2回ほど出てくるんですが、そのジープ両方とも早く倒さないと死にます。であそこの方、まず上の方があるんで、ここが一番最初の壁ですね。よしと、やばいやばい。で、まあ、たくさん敵が出てくるんですが、急いで倒していかないとこっちがやられてしまいます。よしと、痛い痛い痛い。うわー、やっぱりか。踏まれって言われても死んでしまいましたよ、もう。と、まあ、かなり難しいです。とにかく、クリアするまでやっていきます。まあ、途中、カットが入ると思いますけどね。クリアできたら、そのセグメント、お見せします。やっとか。やっとクリアできた。でこの後ですね、まあ建物の中にクラッシュインします。うわ、危ね。まあよくこれで怪我しないななんて思ったりするんですが、なんとかクリアできました。ほう、チェックポイントまでやっといけたな。現在の録画時間が1時間40分です。Just like Riggs wanted. This is your fault, Walker. You did this, not me. まあなあ。まあこんなとね、人を守ろうとしてるだけだと思うんだけどな。あ、こいつだ。まあいい加減いいところなんで、今回はここら辺で終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。